滋賀県選挙区 NHK から国民を守る党、服部治45歳、東京・聖徳大学卒、虹色音楽館代表、合同会社、いろは音楽塾代表、ミュージシャン、では、服部治さんの政見放送です。 皆様こんにちは。NHK から国民を守る党を公認で立候補する、服部治と申します。最近、NHK から被害を受ける人たちが増えてきておりまして、立橘隆を代表とする、まさに国民の勇士による政党が誕生いたしました。それが、NHK から国民を守る党です。我々は、インターネットでの選挙活動を中心としておりますので、このような政党があることをご存じない方も多いと思います。 ぜひこの機会におお見知りおきください NHK をぶっ壊すとは言っておりますが我々の目的は法律を改正し NHK の放送をスクランブル化して受信料を支払う人には見られるように受信料を支払わない人には見られないようにするただそれだけのことです子どもでも理解できる簡単なお話ですね今まではテレビの設置による受信料徴収だけだったのが今やワンセグ携帯電話 カーナビからも受信料を徴収しこれからはお子さんお孫さんたちがパソコンやスマホを持っているだけで受信料を請求してきます一体どこの国のどんな時代でこんな押し売りが許されるのでしょうか私も NHK が嫌いだとか憎いとかでこういう活動をしているわけではありませんここにいる NHK の職員の方々も一生懸命働いているんです現場の人たちは真面目でいつも忙しくしているのですが 料金徴収や上層部、システムに問題があると言っているだけなのです。NHK 職員の皆さんも、こんな政党ができてさぞ迷惑なことだと思います。自分の職場を悪く言われて気分が良いはずがありません。今や NHK から国民を守る党の地方議員は30名以上も誕生しているからです。自分の子供もたちも学校で何と言われるか分かりません。 NHK を愛する職員の方々もお気持ちは私と全く同じはずだと確信しております料金体制を明瞭会計にする上の方は何やってんだよしっかりしてくれよ俺たち現場で頑張ってんだよそんな感じです自分の働く職場である NHK が自分のお子さんにも世間的にも胸を張れる組織であってほしいはずだと思うんです売り手よし買い手よし世間よし 三方よしの近江商人の魂が残っている県民の皆さん真面目に料金を支払っている人がバカを見るそれが今の NHK ですお金を払わずに NHK を見ている人が山ほどいるのです受信料を全く払わないまた踏み倒している人がたくさんいるのです電気だってガスだって水道だって電話だって支払いをしなければ止まるのは当たり前なんですそれがなぜ NHK だけが電波を垂れ流し続けるのでしょうかなぜお金を支払わない人に見せ続けるのでしょうか こんなのは押し売り以外何者でもないとは思いませんかまさに売り手ダメ、買い手ダメ、世間ダメの三歩をダメなのが今の NHK です我々は受信料をきちんと支払っている人たちの権利もしっかりとお守りするのです受信料をきちんと納めている皆さんどうか NHK にしっかりしろと誓ってください見てもいない人に電波を送るなちゃんと電波を止めろさもないと受信料を払わないぞ その声が今回私たちが訴え入れている内容そのものなのです。皆様のその声なき声が一票となるのです。全国に先駆けて、良識ある滋賀県民の皆様、どうかその正義の声を全国に向けて発信してください。そして、いつもいつも同じ顔ぶれの選挙、まだ古い昭和の自民党に投票しますかあのね、お忘れではありませんか自民党は官僚と一緒に、皆さんが預けたはずの年金を使い込んでるんですよ。年金なんてとっくになくなってるんですよ。 しかも誰も責任取ってないんですよ年金ですよ使い込みですよ無責任ですよ今支払われている年金はそういう理由で我々現役世代が負担しているんですよ変ですよね最近では老後の資金が2000万はないと生活できないと報道がありました2000万円なんてありますか老後ですよ生活ですよ2000万ですよこれが自民党です他にも 一昔前の平成の人に投票しますか平成のままじゃ老後が不安ですよ消費税10%ですよ将来が終わりますよまたこれを見るニート引きこもりの皆さんさぞ今苦しいことでしょう将来が不安なことでしょうよくわかります素直で真面目な人ほど生きにくい今の社会今まではそんな時代でしたがこれからは変わりますどうか皆さん力を貸してくださいこの社会を変える行動をしてみてください売り手よし買い手よし世間よしの 散歩をよしの NHK に変えるのです NHK が変われば世の中が変わるそこから新時代がうねりを上げて大きく動き出します未来は僕らの手の中にあるんですさあ令和の新しい時代の幕開けです世の中を変えるために思い切って今までと違ったことをしてみませんかそれでは最後に受信料を支払っている方も払いたくない方も NHK 職員の皆様もご一緒に NHK のスタジオから NHK をぶっ壊す 滋賀県選挙区、NHK から国民を守る党、服部治さんの放送でした。